神戸市西区では全国的にも珍しいイチジク狩りができる農園が今年も開園し、多くの人が訪れています。たわわに実った大きなイチジクの実、神戸市西区の農園では訪れた人が自らもぎ取り、その場で味わうことができるイチジク狩りが今日から始まっています。この農園では2018年から毎年行われていて、今年は特に甘みが強く、例年より大きく育っているということです。完熟したイチジクは皮ごと食べられるとあって、訪れた人はもぎたてを丸ごと口に頬張っていました。最高やね。むちゃくちゃ甘いですよ。10個も食べりゃお昼ご飯どうしようかなと。まあ5個か6個ぐらい持って帰ろうかなと思ってます。一番多い方は過去30個とか食べた人いますけれども、でも大体、ね、10個前後ぐらいかなと思いますけれども、今年、たくさんいい実がついてますので、もぎたて完熟絶対美味しいですから食べに来てください。神戸市西区のイチジク狩りは10月末頃まで楽しめるということです。